南部線は、神奈川県川崎市川崎区の川崎駅と東京都、立川市の立川駅を結ぶ東日本旅客鉄道の鉄道路線である。その他以下の視線を持つ、東京地区の電車特定区間の路線の一つであり、神奈川県の川崎駅と東京都の立川駅を結ぶ路線で、川崎市をその細長い形に沿うように貫く動脈である。ラインカラーは黄色であり、 走行する車両の車体色の一部に用いられている。駅ナンバリングで使われる路線記号は JN。川崎市内においては、川崎駅付近や臨海地区などの南部地域と多摩区などの北部地域を結ぶ唯一の交通機関である。東京都心や山手線各駅から郊外に伸びる複数の放射状路線と交差する環状路線の一つとなっており、京葉線、武蔵野線と 連続する東京の外環状線の一部を構成している。また、川崎駅の隣の湿地駅からは、鶴見線、東海道貨物線の浜川崎駅へと伸びる支線と、品、鶴線の新鶴見信号場へと伸びる視線が存在する。玉川とは、距離は、多少離れるが全線で並行し、右岸を走る南側では、玉急陵東端に沿って玉川の氾濫源を走る。 多摩川を渡った北側では、立川が線を上り、武蔵野第一条を走る。堤防は、稲城市内の高架線や上戸駅付近で見える。川崎市内では日経両用水とも並行し、その本川及び川崎堀とは、中野東駅、宿河原駅、久慈駅、武蔵小杉駅、平間駅の各駅付近で、計五回交差する。また、 大半が地下を通る貨物線が南部線の南側の多少離れたところを通っている。本路線の線路は立川駅では中央本線や大梅線と接続しており、貨物列車や臨時列車の直通運転で頻繁に使われていたが、本数は激減している。川崎駅においても京浜東北線北港の線路とつながっているが、あくまでも保守用車用で、 信号が接続されておらず直通は不可能である。東海道本線や横須賀線へ車両を改装する際は、知って駅からの浜川崎支線、東海道本線貨物支線経由で、鶴見駅や品川駅へ出る。また、府中本町駅では、武蔵野線と旅客ホームを経由しない形態でつながっている。かつては高河原の駅からも東海道。 温泉貨物支線へ分岐線が伸びていたが、1973年に廃止されている。2008年、JR 東日本が発表した、長期経営計画、グループ経営ビジョン2020挑むマイナスにおいて、横浜線、武蔵野線、京葉線とともに、東京メガループを形成し、サービス工場に努めていくことが発表された。これに関連し、2011年4月9日より、 快速列車が32年半ぶりに復活した、行動1、玉川鉄橋南部線は、私鉄の南部鉄道により開業した路線である。上平間で代々名主を務める、家の生まれで16代目当主、村会議員の秋元吉郎が、発起人総代となり、1919年5月5日付で、鉄道員に、玉川砂利鉄道不設免許申請書を出願した。 秋元騎士郎は1915年、平間界隈の玉川の堤防建設を500名の村人全員が網傘をかぶって県庁に直訴した網傘事件を先導した人物である。申請は川崎駅を起点に羊群の各村を経て東京府南多摩郡稲城村へ達するという蒸気鉄道の運営であり、玉川の河原で採取した砂利を運搬するのが目的であった。 1920年1月29日に免許が交付された後、3月1日に会社を設立し、社名を南部鉄道株式会社に改称した。3月17日には終点を立川まで延長。府中庁国分寺長官の支線の付設を追加で申請した。これらは単に砂利を運搬するだけでなく、多摩地域と川崎とを結ぶ交通路線となることも目指していた。 主要事業の上りと宿河原の砂利、会社設立の際、資金集めに難航し、地元の発起人は次々と脱退した。沿線地域の住民の利益よりも、企業目的の優先に重きが置かれたように感じられたため、実際に1919 19年5月に、南部砂利鉄道株式会社の設定計画が立てられてから、工事許可申請が何度も延期された。 当時は物流については、稲田村菅から大使、河原のまでの水上交通があり、旅客については一等建ての四輪馬車などがあり、地元住民は鉄道に利用価値を感じていなかった。鉄道用地買収もコスト削減のために農地ばかりを買い進め、予定路線は大幅にずれて、田んぼの真ん中を走ることとなり、着工時期は全く検討がつかない状況であった。そんな中、 浅野セメントの浅野総一郎と浅野財閥系列企業が名乗りを挙げた。浅野総一郎はすでに大梅鉄道を参加に収めており、セメントの原料の石灰石を大梅鉄道から中央本線、山手線、東海道本線経由で工場のある川崎まで運んでいた。川崎と立川を結ぶ南部鉄道を参加にすればすべて自分の系列の路線で運搬することができ。 輸送距離も大幅に短くなる。両者の利害が一致し、南部鉄道は浅野系列となった。浅野総一郎の息子、浅野康二郎が1923年9月30日に南部鉄道の株5000株を入手し、筆頭株主となった。1927年3月9日に、川崎駅の戸駅間と貨物線の矢向駅、川崎菓駅間が開業した。 貨物線船を除き当初から全線電化である。当初、南部鉄道は電車6両、蒸気機関車2両、貨車44両を保有していた。目黒競馬場の移転先を沿線の府中に誘致し、稲田みの桜やくじの梅園などへの花見客を誘致するなど、利用者増加のための努力が行われ、特に競馬開催時に、 電気機関車牽員の客車列車を運転するほどの利用客があった。1927年11月1日に、上りと大丸間、1928年12月11日に、大丸屋敷文献を延伸、1929年12月11日に、部外河原立川間を開業、全線が開通した。全通当時は、 川崎立川間 35.5km を1時間10分で結んでいた。1930年3月25日に、支線の知って浜川崎間も開業した。1930年代以降、沿線には日本電機、富士通信機製造などの工場が進出し、沿線の人口が急増、南部鉄道はその通勤客を運ぶことになった。 1937年上期の乗降客は200万人に達し、日中戦争下の1938年下期には通勤職行の増加、連日急増を停止、定期旅客は人員において11割3分の未増の激増と総括している。このような事情の下、1939年までには川崎武蔵溝の口感が伏線化されていた。 川崎市の人口増に住宅を供給するため、日本工学、東京電機、南部鉄道の3社により、川崎住宅株式会社を設立し、経営にも参画した。1941年12月に始まった大東亜戦争の台米戦下で、民間企業で初めての徴用令適用事業所となった日本工学をはじめとした軍需産業が川崎に集中し、 1943年1月には、全国から約1万人の農村の女性が、勤労報告隊員として、川崎の軍事工場に動員された。帝都防衛のための軍事施設も沿線に多く作られ、そのための軍事輸送も、南部鉄道が担うこととなった。また、石灰石輸送などにおける、浅野財閥の奥多摩電機鉄道、大梅電機鉄道、南部鉄道、 鶴見輪港鉄道の連携が重要視され、4社の合併への協議がなされた。合併交渉途上に鶴見輪港鉄道が国有化されたが、1943年9月には残る3社の合併が決定し、1944年2月に関東電鉄が発足することとなっていた。しかし、東海道線や工業地帯と中央線を結ぶ、 重要路線であること、重要物資の石灰石を輸送していること、軍事施設や重要工場が沿線に存在することなど、軍事上重要な路線だという理由で、1944年4月1日に、戦時買収施設指定で国有化され、国有鉄道の南部線となった。この頃に一部の駅が廃止されている。なお、 戦後の1946年から1949年頃に4社で払い下げ運動がなされた際も払い下げ後は直ちに4社が合併して関東電鉄となる予定であった。南部線の国有化時に南部鉄道は会社を解散せずバス事業を立川自動車運輸に継承し鉄道路線以外で保有していたわずかな土地を管理する会社となった。その後、 朝の不動産、太平洋不動産と社名を変更し、太平洋セメントの合計会社として現在も存続している。軍事工業地帯を走っていた南部線は1945年に入ると連合国軍機による空襲の被害も受け、終戦直後の1945年11月には所属41両のうち19両しか稼働できないという状況であった。 ただ、一部で伏線の幅が狭く、車両限界の大きな国鉄の多線からの車両転属を阻まれたため、1947年には小田急電鉄から幅の狭い車両を借りるという前代未聞の手段にも出ていた。このように輸送改善が進まない現実を前にして、南部線など戦時買収された路線の払い下げ運動が起きるが、実現することはなかった。 1950年代に入り高度、経済成長により、東京都区部の人口が増加すると、南部千円線も、私鉄との乗り換え駅を川切りに都市化が進み、利用客が急増した。国鉄は、車両の増結と複線化工事の実施などで、輸送力増強を進め、1960年代後半には、6両化と、全線の複線化を完成させた。また、軌道構造も、 通勤需要だけではなく、800トン級の貨物列車を通す目的もあって強化された。その後も、車両の大型化や新型化、一部区間の高架化などの事業を進めている。車両面の変遷を見ると、1963年から20メートル級の車両配置が行われたが、当初は、 ホーム有効長の点から必ず十七メートル車三両プラス二十メートル車一両の編成として、編成全長を七十一メートル以内に抑える措置が取られていた。九百七十二年には百一系が配属され、九百七十八年には百一系で旧型車を一掃した。その百一系も九百九十一年には百三系と二百五系で淘汰され、さらには、 JR 加護の1993年に209系が配属されるなど、変遷を重ねている。高価川1990年12月20日に、武蔵小杉武蔵溝の口間、2005年10月9日に、稲田堤稲城長沼間が竣工した。矢向川崎河岸間の貨物船は1972年5月25日に廃止された。1980年代には、 中野島にあった木島や武蔵溝の口にあった東芝、鹿島田の日立製作所など一部の工場が郊外に移転した敷地にパークシティなどの高層マンションが建つようになり、沿線人口はさらに増加したが、1990年代以降の乗客の増加率は横ばい状態にある。なお、武蔵溝の口の池外鉄鋼跡には神奈川サイエンスパークが建てられた。 2010年3月13日のダイヤ改正に合わせ、横須賀線にも武蔵小杉駅が開業し、武蔵小杉などの沿線では再開発によるマンションの建設が盛んで、再び混雑が進んでいる。2014年10月4日からは E233 系電車が営業運転を開始し、205系、209系を置き換えていった新聞1。 本線用の205系のうち、戦闘車が0番台の編成は2015年12月6日で、戦闘車が1200番台の編成は2015年12月24日をもって、それぞれ定期営業運転を終了した。なお、1200番台の編成については2016年1月9日の臨時列車が最後の運用を行った。南部線用の205系のうち一部は、 インドネシアの KRL ジャボタベックへ上とされた新聞に、特に戦前において、許認化と実態に、差異のある場合がある。南部鉄道、編集国有化、編集民営化以降、編集停車駅2020年3月14日、現在、快速と、各駅停車が運転されている。本線、支線ともに、 定期運転の旅客列車において、他路線との直通運転は行っていない。列車番号の末尾につく英字は、本線が、回で、支線が、エッジである。南部線の輸送量は、立川駅よりより、川崎駅よりで、多い抵抗があり、川崎駅立川駅間の全線投資の列車のほか、朝、夕方、夜の時間帯では、川崎駅武蔵溝の口駅、登戸駅。 稲城長沼駅間の区間運転列車が多数設定されている。2015年3月13日以前は日中にも区間運転列車が設定されていた。武蔵中原駅構内には南部線の車両基地である鎌倉車両センター中原支所があり、この基地への出入りを兼ねて川崎駅武蔵中原駅間の系統が朝晩に設定されているほか、武蔵中原発の上りと行き、 稲城長沼駅、立川駅と上戸発立川駅が朝に、立川発武蔵中原駅の列車が夜にそれぞれ設定されている。矢向駅には留置線があり、朝の時間帯に矢向発川崎駅の列車が存在する。宿河原駅にも留置線があるが、こちらは上戸駅及び武蔵溝の口駅発着の列車が使用しているのみであり、宿河原駅発着の設定はない。 立川駅に森内線があり、夜間に川崎初稲城長沼駅からの改装が入庫し、翌朝に四国立初川崎駅で出庫している。平日は朝夕ラッシュ時が約2から4分間隔、日中が1時間に8本、土曜、休日は朝夕が約5から7分間隔、日中が1時間に9本で運行されている。浜川崎支線では終日にわたり、 ワンマン運転を行う二両編成の電車が、知って駅浜川崎駅間で折り返し運転を行っている。川崎区内は路線バスの本数が多いこともあり、こちらは昼間は40分間隔のダイヤであるが、朝夕には多い時間帯で10から20分間隔で運行されている。205系電車による、快速209系2200番台電車による、 快速 E233 系8000番台電車による快速国鉄時代の快速編集かつて南部線には旧国鉄時代の1969年12月15日から川崎駅のボリト駅間において快速が運行されていた車両は中央線用の101系を使用し10時台から15時台まで1時間あたり1本の1日6往復の運行であった 途中停車駅は、他線との乗り換え駅である武蔵小杉駅と武蔵溝の口駅の二駅のみであり、快速運転区間の所要時間は、各駅停車が31分に対して快速は21分で運行した。川崎駅業の快速は、始発駅である上戸駅において、中野東駅方面から来た、各駅停車と接続をしてから発車していたが、快速運転区間において、 途中駅での追い抜きが行われていなかったため快速と各駅停車との列車間隔が開いていた。一方、上り戸駅業は武蔵中原駅での追い抜きが行われていたが、一部の快速は武蔵溝の口駅で立川方面駅の各駅停車と接続していた。この快速運転は前日した通り、快速と各駅停車との間隔が開くなどしたため、急車回答が 運転中止を求めるなどし、1978年10月2日、ダイヤ改正で廃止された。旧国鉄によると、旧型車から101系の車両機械が完了して、各駅停車の速度が向上したことが理由とされた。神奈川県知事などからなる、神奈川県鉄道輸送力増強促進会議は、JR 東日本に対して、快速運転の要望を、 継続的に行っていたが、2007年度要望に、対して JR 東日本は回答を行っていなかった。JR 発足後の快速、編集2010年9月、JR 東日本から2011年3月12日のダイヤ改正より、日中に1時間あたり2本の快速を運転することが発表された。定期列車としては32年半ぶりの復活となった。 運転開始時の停車駅は、川崎駅、鹿島田駅、武蔵小杉駅、武蔵中原駅、武蔵新城駅、武蔵溝の口駅と上戸駅立川駅間の各駅で、所要時間は川崎駅上戸駅間で各駅停車より5分短縮された、報道1。2014年3月15日ダイヤ改正では、快速運転区間が稲城長沼駅まで拡大され、 中野東駅と矢野口駅が通過駅になった報道6。快速運転区間内では、下りは武蔵溝の口駅、上りは武蔵中原駅で先行の各駅停車に連絡し、川崎駅稲城長沼駅間の各駅停車と稲城、長沼駅で接続を行うダイヤになり、快速通過駅でも2011年3月11日、以前と、 同水準の運行本数が確保されている。2014年3月14日までは、快速と接続する川崎駅登戸駅間の各駅停車が、登戸駅の2番線に発着することから、下りの登戸駅列車から、登戸駅で後続の下り快速に乗り継ぐ旅客は、古戦橋を渡っての乗り換えが必要であったが、2014年3月15日の、 ダイヤ改正で日中の上りと一気格駅停車が稲城長沼駅に延長され、報道6、稲城長沼駅では下り線と対面の理解が可能な3番線に停車するようになった。しかし、上りの快速列車から矢野口駅に向かう際は新たに階段を利用しての乗り換えが必要になった。また、下りは武蔵溝の口駅、上りは武蔵中原駅で、 環急接続を行うようになった。いずれのダイヤでも、下り列車については各駅に停車する区間では、駅、車両の行き先案内ともに、快速の表示は消え、各駅停車と案内されていた。上り列車については、全区間で快速として案内されていた。2015年3月14日のダイヤ改正では、川崎駅立川駅間の全区間で、 快速運転が開始された。快速運転区間が立川駅まで拡大され、南多摩駅、西府駅、八保駅、八川駅、西国立駅が新たに通過駅になった。土曜、休日には日中1時間あたり快速が2本から3本になり、各駅停車が7本から6本になった。各駅停車の運転区間も快速と同様に全区間となった。報道級。 報道10。また、上りの環急接続駅が、武蔵中原駅から稲城長沼駅に変更された。2017年3月4日のダイヤ改正では、下りの環急接続駅が、武蔵溝の口駅から平日は、稲城長沼駅と休日は、武蔵中原駅と稲城長沼駅に、上りの環急接続駅が平日、土曜、休日ともに、稲城長沼駅から、 上戸駅に変更された、報道11。2019年3月16日のダイヤ改正では、平日の有通勤時間帯に、内訳は17時から19時台に、川崎発稲木長沼駅が4本、18時から19時台に、上戸発川崎駅が4本である。定期快速列車では40年半ぶりに、途中駅始発、終着の列車が設定されるようになった、報道12。 前述の通り2011年3月12日に快速運転開始によるダイヤ改正を実施する予定だったが、前日の3月11日に発生した東日本大震災の影響で中止となり、3月14日からは東京電力が福島第一原発などの核発電所停止に伴う計画停電を実施したため、再度延期された。4月5日、 JR 東日本横浜支社は、電力状況の改善を理由に4月9日から、快速運転開始を含むダイヤ改正を実施すると発表し、運転が開始された。ただし、6月24日から9月9日にかけて、節電ダイヤが実施されたため、平日の快速運転は中止され、日中は、毎時後から6本の各駅停車のみの運転となった。臨時快速。 編集臨時列車では2000年から2006年にかけ、快速、川崎、奥多摩ハイキング号が、毎年のレジャーシーズン限定で運行されていた。南部線内の停車駅は、川崎駅、武蔵小杉駅、武蔵溝の口駅、上戸駅、立川駅である。武蔵中原駅、武蔵新城駅、府中本町駅に停車したこともあったが、後に中止された。 下りは、武蔵溝の口駅で、上りは、武蔵中原駅で、各駅停車を追い越す。2003年からは201系、四季、彩りが使用された。なお、2009年以降は、夏の臨時列車、小座敷三竹製竜号が、同じ川崎駅奥多摩駅間で運行されている。停車駅は、南部線内は、武蔵小杉、武蔵溝の口、上りと、稲田包み、 府中本町、部外河原、立川である、合同13。お座敷三武清流号は2018年から、お座敷を梅奥玉号に、列車名が変更されている。また、2008年及び2009年7月には、快速、お座敷桃りエクスプレス号が南部線経由で、川崎駅甲府駅間に運転され、南部線内は、武蔵小杉駅、武蔵溝の口駅、 上戸りと駅、府中本町駅に停車した。開業以来、特急、急行の運行がなかった南部線であるが、2009年5月16日17日に、立川駅伊豆急下田駅間で、臨時特急、リゾート踊り子が運転された、報道4。運行経路は以下の通り。なお、 同年7月11日12日と9月26日27日11月14日15日にも運転され2010年も1月9日から11日5月15日16日に運転されたまた2011年2月18日25日にも運転がされるがこの両日は伊豆急下田方面への片道運転である南部線内は府中本町駅、上り戸駅 武蔵溝の口駅、武蔵小杉駅に停車する。リゾート踊り子の運行経路立川駅、知っ駅浜川崎駅鶴見駅、熱海駅伊東駅伊豆急下田駅貨物列車は、本線の川崎駅知っ駅間を除く全線で運行される。ただし、知っ駅立川駅間を通して運行される列車は少なく、 一日一本の南松本駅から川崎貨物駅への石油輸送列車の返し空の専用貨物列車のみとなっている。2006年以前は、篠ノ井駅業も存在した。2014年3月以前は、安全駅と廃島駅を結ぶ、ジェット燃料輸送列車も浜川崎駅指定駅、立川駅間を通して運行されていたが、同月より、指定駅府中本町駅間が、 武蔵野線経由に変更された。府中本町駅北に限れば2014年3月改正時点で南部線の府中本町駅立川駅を経由して武蔵野線と中央本線を結ぶ高速貨物列車が1日6往復専用貨物列車1日に往復運行されている。石油輸送列車以外の高速貨物列車は下り1本のみコンテナ車と 石油輸送用タンク車との並結、それ以外はコンテナ車のみで編成されている。専用貨物列車は石油輸送用タンク車で編成されている。かつては奥多摩駅を発着する大梅線直通の石灰石輸送列車が運行されていたが1998年8月13日、限りで運転を終了し、10月3日のダイヤ改正で廃止された。 浜川崎駅八丁縄手駅間では、並行して、鶴見駅と東京貨物ターミナル駅を結ぶ東海道、本線貨物支線があり、浜川崎駅川崎新町駅間では線路を、共用している。この区間はとりわけ、東京の物流拠点である、東京貨物ターミナル駅と関西、九州方面を結ぶ高速貨物列車が多く、運行されている。また、 知って短絡線を利用し、浜川崎駅、さらに先の東海道本線貨物支線の東京貨物ターミナル駅方面と武蔵野線方面を結ぶ列車も多数運行されている。貨物列車の運行が、ほとんどの知って短絡線は、もちろんのこと、旅客列車の運転されている知って駅浜川崎駅間においても、運行本数は貨物列車の方が多く、輸送障害時には、 旅客列車よりも、関東と東北方面、西日本各方面を結んでいる、長距離貨物列車を優先して通すことがしばし、見受けられる。南部線の車両左から205系線番台、205系零番台、209系零番台、205系線2 0 0番台1978年まで、茶色の休憩国電が走っており、チョコ電として、同線の代名詞となっていた。 QK 国電は、快速運転実施中の頃にいた路線から転入した101系に置き換えられていった。転入者の多くは、朱色や水色の元の路線の塗装色のまま運行されていた。そのため、当時の利用者からは、南部線のラインカラーがわからない、特定しにくいとの声が上がったが、これらの101系は、最終的にすべて黄色に塗り替えられた。101系は、 その後103系に置き換えられていき、1991年1月に南部線での運用を終えた。その後も一部の車両は鶴見線に運用の場を打ちしたが、これも翌1992年の5月までに姿を消し、関東地区での運用は浜川崎支線のみとなった。1989年3月11日からは、 心臓のステンレス車205系が南部線独自のラインカラーで配備され、その後1993年4月1日からの209系とともに全体の半分ほどを占めるようになった。ステンレス車のカラー帯は、旧系国電時代の茶色、中央線からののり入れ車のオレンジ、路線カラーの黄色を採用しており、いずれも南部線で運用されてきた歴代車両のカラーである。これは、 沿線住民へのアンケート結果から決定したものである。205系は国鉄分割民営化による JR 東日本発足後に初めて南部専用に投入したもので、直接の新車は国有化前にあたる南部鉄道時代の1942年3月に製造したもは150系10両、区波250系5両以来47年ぶりであった。 南部線上の車両増備は103系の転用でも可能であったが、直接新車を投入することで新会社となった JR のイメージアップを目指したものとされる。2003年度からは103系の老朽化に伴い E231 系500番台の投入に伴って山手線で余剰になった205系の南部線上の転属が進められ、翌2004年12月に完了した。 運転取り扱い上の問題と保守効率化のため、浜川崎支線及び鶴見線を管轄する中原電車区間内に改造車が集中導入されたことから、南部線にのみ先頭車は、落成時からの先頭車と運転台新設車の両方が配置されることとなった。209系和0番台は那覇1編成と那覇32編成の2編成が長らく運用されていたが、 那覇一編成については、土平装置に空気式を使用していたことから、保守性に優れた電気式、ドアエンジンを使用する209系2200番台へ置き換えられ、2009年9月に廃車改装された。その後は0番台の那覇32編成と E233 系1000番台の導入で余剰となった京浜東北線の209系0番台を、 危機更新などの改造を行った上で、南部線へ転属した209系2200番台も3編成が運用されていた。2007年3月5日から南部線開業80周年を記念するステッカーとヘッドマークが205系8本に貼り付けされ、ヘッドマークは先頭車の前面に、ステッカーは側面に貼り付けされた。2014年3月から、 鎌倉車両センターから横浜線で使用していた205系 H26 編成が転属し、那覇17編成として営業運転を開始している。同年10月4日から E233 系8000番台が営業運転を開始している。先頭車の乗務員室扉直後には南部線が街と街、人と人をつなぎ、明るく弾む伸びゆく沿線をイメージする。 ロゴマークが貼り付けられたほか、同じく先頭車側面のラインカラータイプには、沿線の街並みをイメージしたロゴを配置した。左からミューザ川崎、武蔵小杉の高層ビル群、轟アリーナ、専属学園音楽大学、玉川、読売ランドの観覧車、一橋大学、玉都市モノレール、立川駅北口のアーチ、立川ルミヌをイメージしたもの。 車体側面の左右の帯で建物の並びが逆になっている。そして前述の通り、本線用の205系のうち、先頭車が0番台の編成は2015年12月6日で、先頭車が1200番台の編成は2015年12月24日をもって、それぞれ定期営業運転を終了した。なお、1200番台の編成については2016年1月9日の、 臨時列車として最後の運用を行った E233 系8000番台投入完了後も209系2200番台が1、編成残っていたが、これについても2017年にトヨ車両センターから大目線五日市線で使用していた E233 系0番台1編成を転属させ、転用改造の上で8500番台として投入することで、 定期運転を終了すると発表された。8500番台は同年3月15日より営業運転を開始している。なお、那覇53編成は E233 系8500番台の運用開始に先立って運用を離脱しており、2017年2月10日に茅ヶ崎駅へ疎開改装され、同年4月13日付で、 幕張車両センターに転属し、ボゾバイシクルベースに再改造された。以下において、NMMT とは、一編成の車両が、N 両の電動車と M 両の付随車で構成される、ことを意味する。本線、編集定期列車、大梅線から転用された E233 系8500番台、臨時列車185系、E257 系500番台、各、 お座敷電車などが使用される。一部の駅には、臨時列車用に8両対応のホームや8両用の停止位置がある。また、過去には183系、189系や583系、伊豆急行のリゾート21や、アルファリゾート21が入線したこともある。なお、2009年3月14日に開業した、政府駅のホームは6両編成対応である。 視線、編集浜川崎視線用205系1000番台本線用とは、ラインカラーが異なるワンマン改造された205系1000番台の2両編成で運用される。1980年までは、雲波11区波16の17メートル車級系国電が使用され、その後101系が JR 最後の定期運用についていたが、2002年8月20日に205、 軽戦番台が営業を開始したことにより、翌2003年11月28日に101系は定期運用から離脱した。205系戦番台は101系の塗色を踏襲して、車体下部には緑と黄色、車体上部にはクリーム色の帯が巻かれている。205系導入後から E233 系導入までの時期は、 車種が多彩となったので保安装置対応状態も複雑になっている。ただし ATS-B は車体に表記されているだけで実際は撤去されている。209系の那覇一編成は ATS-B と B であった南部線の車両、編集南部鉄道の車両、編集南部鉄道の電車も参照南部鉄道時代の車両は買収後も番号もそのままで使用され、 1947年10月までは、小型は建築限界の関係で入線することができなかったこともあり、電車については、旧大梅電気鉄道車の転入や小田急からの借用車などとともに、最終的には1951年5月まで使用された後に、富山高線、福塩線、壁線、宇部線などへ転出。電気機関車については、 南部鉄道時代から乗り入れていた旧、大梅電気鉄道、旧奥多摩電気鉄道の機関車と共に廃車まで、大梅、南部線で使用された。また、南部鉄道時代には、競馬開催時に、小田急から借り入れた車両が使用されたり、高河原のまで小田急の電気機関車が砂利輸送列車を、牽引して、乗り入れたりしている。沿線の川崎市中原区を中心とした一帯には、 キャノン NEC、富士通、東芝などの電気、情報技術関連企業やその子会社の多くの工場、三つ豊の本社、神奈川サイエンスパークが立地している。近年では、川崎市の広報を中心に、南部線をハイテクラインと呼ぶこともあるが、定着には至っていない。また、川崎競馬場、川崎競輪場、京王角競輪場、玉川協定場、 東京競馬場、立川競輪場などの公営競技の施設も沿線に多く、東京競馬場の競馬開催日には、競馬場利用客で混雑するため、臨時列車を運行することもある。全体の線形は比較的良く、線内の最高運転速度は時速 95km。ただし、駅間が短く、曲率半径 400m 級の曲線も多いため、 最高速度で走行する区間は限られる。駅間が特に短い武蔵溝の口駅のり戸駅や南多摩駅の前後では、曲立半径300メートルから400メートル級の曲線区間が連続し、高速運転の支障になっている。川崎駅武蔵小杉駅間、編集東海道線、京浜東北線と接続する、起点駅、川崎駅を発車すると間もなく、 川崎市幸区から川崎区に入るが、右手にキャノン川崎事業所が現れ右にカーブし、東海道線、京浜東北線から分かれると再び幸区に戻る。カーブを抜け北西を向き、住宅街に入ると右にカーブし北を向き、横浜市鶴見区に入るが、左手から浜川崎市線が合流し、国道1号をまたいだところで、湿地駅に到着。 同駅構内に横浜市鶴見区と川崎市幸区の境界があり、駅所在地は川崎市となっている。駅北側には川崎市地方を卸売市場南部市場がある。知って駅を発車すると再び横浜市鶴見区に戻り、間もなく知って短絡線が分かれる。そこから 0.5km ほど走ったところが矢向駅。構内に 横浜市鶴見区と川崎市幸区の市境がある。かつて、矢吹電車区が所在し、2020年3月14日のダイヤ改正までは、車掌の交代も行われていたが、現在は、武蔵中原駅で行われている。駅東側、西側ともに住宅街だが、駅北側には、工場が多い。発車し、工場群を抜けると、再び住宅街となる。 鹿島大駅周辺は、駅南側を中心に、工場跡地の再開発が進んでおり、0.3km ほど精神したところに、横須賀線、湘南新宿ラインの新川崎駅がある。また、鹿島大駅から 0.5km 東側の国道409号から南部沿線道路が分かれる。鹿島大駅を発車すると、国道409号と交差。 まもなくに家療用水を渡り、中原区に入る。平間駅では商店街が線路の東側に並行し、駅周辺は東側、西側ともに住宅街だが、西側に三菱ふそうトラックバス、川崎製作所、技術センターがある。高河原の駅西側には日本電気玉川事業場があり、一番ホームにはスイカ専用の専用改札口がある。 高河原の駅を発車すると左にカーブ市西を向き品、鶴線と東海道新幹線、さらには南部線より後で開通した東急電鉄の東横線、目黒線も潜り、横須賀線、湘南新宿ライン、東急東横線目黒線と接続する武蔵小杉駅に到着。かつては中原街道の小杉塾でありま子の私が、ある交通の要衝であった。川崎市の 第3都心に指定されており、観光庁の施設や商業施設が多い。前日の各路線が乗り入れることなどから、駅周辺の工場群跡地などを中心に再開発が進んでいる。武蔵小杉駅上りと駅間、編集武蔵小杉駅を発車すると効果を、上り再び国道409号、日家両用水をまたぐ。右にカーブし北西を向き右手には、 南部沿線道路が現れる。中原という名前の由来となった中原街道をまたぐと武蔵中原駅。南部線の列車運行の起点である。駅北側には富士通川崎工場があり、南側は住宅街である。武蔵中原駅を発車すると左手に車両基地の鎌倉車両センター中原支所を見下ろす形となる。この付近で大震度地下を通る。 中央新幹線第一首都圏トンネルと交差する。やがて遠くには丹沢山や富士山までを望みながら間もなく、南部線では珍しい島式ホームの武蔵新城駅。ここから20パーミルの勾配で高架を降り、高津区に入り、第三京浜道路を潜る。この駅間では南部線が南東から北西に走っており、東西南北の土地区画の中を斜めに突っ切っていく。 右側に南部沿線道路が並走しており、左手に富士通ゼネラル本社、専属学園大学、右手に文京堂本社を見ると間もなく武蔵溝の口駅。かつてはヤグラザー王冠の溝の口軸であり、玉川の西の私で栄えた交通の要衝である。東急田園都市線、大井町線溝の口駅と接続し多くの路線バスが発着しており、 川崎市の副都心として、駅北側、南側ともに、観光庁の施設や、商業施設が立ち並んでいる。武蔵溝の口駅を発車すると、東急田園都市線を潜り左にカーブし、国道246号を潜ると右へカーブする。北にある、九時遠道分水方面へ、トンネルで流れる平瀬川をまたぐと、津田山駅に到着。駅南側には、 川崎市営緑が丘霊園があり、駅周辺には霊園関係の店が多い。また、緑が丘霊園は桜の名所であり、春には多くの花見客で賑わう。津田山駅を発車すると右手に、三菱自動車津田山、オートスクエア、左手に、子供夢パークを見ながら、右にカーブし、続いて、左にカーブすると並行していた、南部沿線道路が分かれ、九次駅に着く。 同駅を発車すると、神奈川県道、東京都道9号川崎府中線に毛量用水を相次いでまたぎ、多摩区に入る。神奈川県道、東京都道9号川崎府中線のバイパス、東名高速道路を潜り、この付近は桜並木で知られるに毛量用水をまたぐ、桁下の低い歩行者専用のアンダーパスもある。まもなく、 S 字カーブを抜けると、上戸駅に到着する。上戸駅宿河原駅間には、小田急小田原線との連絡線が、向こうが丘遊園駅方面に向けて1936年1月認可で、設置され、戦前は、府中の競馬輸送や江ノ島の海水浴輸送での、電車の貸し借りに使用したり、玉川の砂利の東京方面への輸送や相模川の、 槍の景品工業地帯への輸送に使用したりしたほか、戦後も、繊細で不足した車両を貸し借りするなど、戦後しばらくまで残ったが、正式には1967年3月に廃止された。り戸駅は接続する小田急小田原線の参線加工時に、合わせて、橋上駅舎となっている。現在は、駅南側に、小田急小田原線向ヶ丘遊園駅まで小規模な、 商店街が伸びているのみだが、今後のぼり駅、向こうが丘遊園駅を中心に再開発が進められる予定である。のぼ駅府中本町駅間、編集のぼ駅を発車すると、小田急小田原線を潜り、東京都道、神奈川県道3号世田谷町田線を潜ると右に、カーブする。0.8km ほど走り左にカーブすると、中野東駅。かつては、 駅の周囲が梨畑であったが、宅地化がなされてきた。この先でに家両用水、三沢川を相次いでまたぎ、稲田堤駅に到着。駅西側に商店街が南北に伸びるが、接続する京王相模原線が 0.4km 西側に、あるため他の接続駅と比べて、賑わいは少ない。かつては桜の名所として知られた玉川の堤防である。 稲田堤も平成の世には見る影もない。稲田堤駅を発車すると右にカーブ、京王相模原線を潜る。この先で高架を登ると、神奈川県を抜け、東京都稲城市に入る。東京都道、神奈川県道19号町田調布線をまたぐと、矢野口駅。2015年度まで、東京都道、神奈川県道19号町田調布線、神奈川県道、 東京都道9号川崎府中線の踏切解消を目的とする矢野口駅府中本町駅間の高架化工事が行われた。高架化後は稲城市による土地区画整理事業が行われている。発車すると左にカーブ市西を向き 0.7km ほど走ったところで稲城大橋をまたぐ。右にカーブ市再び北西を向くと2面4線の稲城。 長沼駅に到着する。稲城市の代表駅であるが、観光庁の施設や商業施設は 1.0km ほど南側の京王相模原線稲城駅周辺に多く、稲城長沼駅北側に商店街が伸びるのみである。高架構えは長い留置線があったが、それは戦前に駅周辺の弾薬庫や火薬工場からの貨物取り扱いがあったためである。 稲城長沼駅を発車し、左へカーブして、西を向くと、南多摩駅。南多摩駅は、市街地の西端にあり、サントリー食品工業本社、日本フィルコンなど工場が多い。また並行して流れる大丸用水は、桜の名所であったが高架化工事において、事業用地とされ、すでに伐採されている。南多摩駅を発車すると、神奈川県道を、 東京都道9号川崎府中線をまたぎ、右にカーブして北西を向く。高架を降り、左手に富士通南多摩工場跡地を見る。富士通南多摩工場跡地が見えなくなると、多摩丘陵の崖の下を走る。ここは下り線のみであるが、南部線唯一のトンネルがあった場所である。右にカーブして北を向くとトンネルを抜けた。 武蔵野線と並走しながら玉川を渡り、府中市に入る。橋を渡り終えると左にカーブし北西を向き、続いて中央自動車道を潜り右にカーブし再び北を向く。右手に東京競馬場の連絡通路が現れると、上り線が地下に潜り、武蔵野線との接続駅である、府中本町駅。府中本町駅は市街地の南端にあり、駅東側には、 東京競馬場、大国魂神社があり、休日などには混雑する。府中本町駅立川駅間、編集府中本町駅立川駅間は、中央本線、大梅線と武蔵野線を結ぶ、短絡線の役割もあり、終日旅客列車の合間を縫って、貨物列車も多数運転されている。府中本町駅を発車すると、 東京都道18号府中町田線を潜り、武蔵野線と分かれ左に大きくカーブし西を向く。右手からのり線が地上に出て合流すると、下河原線の廃線跡である緑道を潜り右手は、林となる。武バ河原の駅は、多摩川の反乱源と武蔵野大地の境の崖下に、あり、京王線と接続するため乗り換え客が多いほか、駅周辺には、 東芝府中事業所があり、2番ホームには朝だけ使用される臨時改札口が設置されている。部前河原の駅を発車すると、京王線を潜り切り通しとなり、勾配を上り右にカーブし北西を向く。切り通しを抜けたところで、東京都道18号府中町田線のバイパスを、またぐと右手には空き地が続く。2009年3月1 0日、 NEC 府中事業場が近くに位置し、駅周辺では区画整理事業、道路新設工事が進められている。まもなく、右にカーブ市北を向き国道20号を潜ると、国立市に入る。左にカーブ市再び北西を向きヤホ駅に到着。駅北側からは、東京都道146号国立停車場、ヤホ線が伸び、一橋大学、東方中学校、 高等学校など教育施設が多く立ち並び2 0キロメートルほど北進したところに中央線国立駅がある。駅南側には東日本最古の天満宮であるヤホ天満宮がある。ヤホ駅を発車し間もなく右手に国土地市役所が現れる。左に川市西を向きながら工場より0 5キロメートルほど走ると八川駅。 右に大きくカーブし北を向き立川市に入る。霧通しを抜け右にカーブすると西国立駅。駅東側にはかつて立川機関区が所在したが現在は再開発が完了し住宅街となっている。西国立駅を発車すると東京都道145号立川国分寺線と交差し左にカーブし西を向く。右手から中央線が合流し東京都道 埼玉県道16号立川所沢線をまたぎ、終点の立川駅に到着。立川駅は中央線、大梅線、多摩都市モノレールが接続する交通の要所であり、駅周辺は多摩地域一の繁華街である。また、駅北側、南側ともに、観光庁の施設や大規模商業施設が立ち並んでいる。商業地や住宅街の中にある、 知って駅を出ると、すぐに国道1号を越え、本線と分かれて、単線で、高架上をしばらく直進し、間もなく、京浜東北線、東海道線を直角に越える。右手から来る、鶴見駅からの東海道貨物線の伏線が近づき、並行すると、京急本線との接続駅である、八丁縄手駅に着く。南部線の八丁縄手駅は一面一線のみのホームで、 南部線のホームが京急の古泉橋の一部になっている。八丁縄手駅を出ると国道15号の上を通過する。カーブに差し掛かり緩やかな勾配を下ると川崎新町駅に到着する。同駅構内で南部線の線路と東海道貨物線の線路が合流しており、浜川崎駅方面のボリホームは東海道貨物線北側の浜川崎このため下り列車は 川崎新町駅から知っ駅に向かう区間で、また上り列車は、小田久市駅から浜川崎駅に向かう区間で、それぞれ東海道貨物線と平面交差することになる。川崎新町駅を出発すると、上り線も東海道貨物線と線路を共用する。ほぼ直進し、踏切を挟んで上下ホームの離れた小田久市駅に到着する。出発して、 左に少し曲がり首都高速横羽線、産業道路の立橋をくぐり、東海道貨物線の南側に存在する終点の浜川崎駅に到着する。南部線の駅舎から道路を挟んだ南側に鶴見線の旅客駅があり、乗り換える利用客は一度改札を出る必要がある。また、旅客駅の南側に貨物駅があり、南部線、鶴見線の双方から入線可能となっている。 浜川崎市線川崎新町駅貨物専用の知って短絡線は、知って駅を出ると、立川駅方面への本線の左側に300メートルほど、並行した後、本線と分かれて、単線となって、住宅街の中を北西に進む。踏切を6つ通過すると、品、鶴貨物線と、並行する横須賀線の高架をくぐり、高架下にある最後の踏切を通過して、 武蔵野線に合流し、新鶴見信号場に至る。なお新鶴見信号場鶴見駅間は品、鶴線及び武蔵野線との重複区間となっている。東京都、編集稲田堤駅府中本町駅間は、2015年度に事業を完了している。矢川駅立川駅間が、事業準備区間に位置づけられている。神奈川県、編集指定駅武蔵小杉駅間の、 約5 5トルについて、川崎市は連続立体交差化に向けて事業調査に着手することを発表している。なお、この区間内にある矢向駅周辺は横浜市内にあり、これについて横浜市は連続立体交差の広北区間に位置づけている。総事業費は1479億円の見込み。2019年7月2日行われた川崎市議会の 第3回定例会によると事業期間は都市計画決定予定年度である2020年度からおおむね20年程度とされている。都市計画事業の認可取得予定年度は2021年度としていた。しかし新型コロナウイルス感染症の影響等により川崎市の財政状況が厳しくなり計画を見直す必要があることから2020年度の 都市計画決定を見送ることになった。今後の都市計画決定については2021年度第3期実施計画で検討結果を明らかにする。これについて JR 東日本は新型コロナウイルス感染症の影響等による減収、減益はあるとしながらも連続立体交差事業を進めたいとしており、事業費削減や後期短縮の検討に協力する意向である。 川崎駅稲田堤駅間、指定駅浜川崎駅間、指定駅鶴見駅間が、横浜市社、矢野口駅立川駅間が、八王子市社の管轄であり、稲田堤駅、矢野口駅間に、支社協会がある。二千十九年度の再混雑区間の混雑率は百八十二パーセントで、ある。東京メガループに指定されている、通勤路線でありながら六両編成での運転であり、 神奈川県内で、道路線より郊外を走る横浜線よりも一列車、あたりの編成長が短い。ホームの両端に、踏切がある駅があり、これ以上の長編成果には、沿線自治体との協議が必要なため、輸送力は、運転本数の増加で賄っている状況である。2010年度からラッシュ時は、毎時25本の高頻度運転を行っており、 山手線よりもラッシュ時の運転本数が多いが、首都圏の路線でも激しく混雑する路線である。1996年度に243%を記録した混雑率はダイヤ改正の度にラッシュ時の運転本数を増発したことにより、2003年度に200%を下回った。しかし、その後は横ばい傾向になり、依然として混雑率は高い。 2010年に横須賀線の武蔵小杉駅が開業してからは、再度混雑率が増加傾向にある。南部線における設置駅と快速停車の有無、接続路線、所在地などを一家に一覧表で示す。本線、編集上記の通り、西国立駅は立川市に所在しているが、西国立と名乗っており、市町村名と一致しない駅の一つである。これは、 西国立駅と立川駅の間に東立川駅が先に存在したために東立川は名乗れずに苦肉の策で命名した名残である。2019年度の時点で上記全駅が JR 東日本自社による乗車人員集計の対象となっている。浜川崎支線、編集東海道本線貨物支線の西側に 貼り付けるように付設された路線であり、当初八丁縄手駅浜川崎駅間は単線並列だった。戦時買収後に貨物輸送強化ための整備が行われている。2019年度の時点で JR 東日本自社による乗車人員集計の除外対象となる駅は小田久市駅と浜川崎駅である。知って短絡線、編集実態は知って駅から新鶴見創車場のみ。 戦時買収直後に整備が始まり、1951年には、不設されていたが、東海道本線貨物支線の代替として1973年に、正式開業。廃止区間、編集内の数字は、起点からの営業記録貨物支線立川駅武蔵、上野原駅下記の武蔵上野原駅西立川駅と一体で、開通した路線で、五日市鉄道との重複区間。 五日市鉄道線五日市線大目線として、原村貨物支線武蔵上野原駅西立川駅、大目線編入後に営業廃止。大目線として、原村貨物支線に夜駅、川崎菓子駅貨物支線向き河原の駅から、新鶴見総車場鶴見駅向き河原の駅から、新鶴見総車場品川駅実態は、高河原の駅91の坪駅のみ。 知って短絡線の正式開業に合わせて廃止。貨物線出手駅から新鶴見信号場、品川駅廃駅、廃止信号場、編集は貨物駅を表す。川崎菓子駅には、玉川の堤防の外側の橋系砂利を積むための設備まで線路が伸びており、水上運輸との連絡を図っていた。廃線後は一部が遊歩道となり、川崎菓子駅跡は、 公園となっている。開業当初は川崎駅の北側に工場があり、同駅から玉川岸へ路線を延長して、貨物駅を設けることができなかったため、旅客は同駅での連絡、貨物は山向きから分岐させて川崎東駅での連絡と分けることとなったものである。上戸駅には小田急電鉄による小田原線との連絡線が、 向こうが丘遊園駅方面に向けて1936年1月認可で設置され、戦前は府中の競馬輸送や江ノ島の海水浴輸送での電車の貸し借りに使用したり、玉川の砂利の東京方面への輸送や相模川の砂利の景品工業地帯への輸送に使用したりしたほか、戦後も繊細で不足した車両を貸し借りするなど、戦後しばらくまで残ったが、 正式には1967年3月に廃止された。ありがとうございます。